全国大学ラグビーフットボール選手権大会は、日本ラグビーフットボール協会主催の、大学ラグビー日本一を決定する競技大会である。前進大会は、東大学生ラグビーフットボール大高王座決定戦、共催 NHK 公演読売新聞社、ウナベスカップ指定大会。この大会の出場の条件や出場構数は、過去に数度の変遷をたどっている。 現在は、関東ラグビーフットボール協会、関西ラグビーフットボール協会、九州ラグビーフットボール協会に加盟していて、北海道大学リーグ、東北大学リーグ、関東大学対抗戦、関東大学リーグ戦、東海学生リーグ、北陸大学リーグ、関西大学リーグ、中国地区トーナメント大会、四国大学リーグ、九州学生リーグのいずれかに所属している。 大学チームであることが条件になる。優勝校には友人神脳杯が贈られる。なお、関東協会加盟のチームであっても、上記のリーグに所属していないチームもあり、それらのチームは全国地区対抗大学ラグビーフットボール大会の予選に参加している。どちらの大会を目指すかの選択は各チームの任意により成り立っている。1994年以前は、 地区対抗大学大会予選への参加と対抗戦か、リーグ戦のどちらか一方への重複参加が許されていたが、1995年以降は下部であっても、重複参加は禁止された。また、関東以外の他の地域では、地区対抗大学大会に特化した予選は行っておらず、各地区リーグ戦の順位結果により、大学選手権出場か、 地区対抗大学大会出場かに振り分けられる。当大会が開催される以前の1963年までは、前身大会として、東西大学対抗ラグビーを行い、東西リーグの上位大学による対抗戦を行っていたが、必ずしもすべての対戦があるわけでなく、優勝大学が決まらない年もあった。もちろん大学日本一の大学を決定できた年もあり、各大学の 大学日本一優勝記録に通算される。一方、1948年度に初開催された全国社会人ラグビーフットボール大会が契機となったほか、口述する通り、大学ラグビー特有の思想が原因となって、1950年代に入るとラグビー人気の低迷が顕著なものになったことから、当時としては夢の対戦とも言うべき。 社会人と学生との間で歯を競う試合が行えないものかという待望論が出たことがきっかけとなり、1960年度より日本ラグビーフットボール選手権大会の前身に当たる日本協会招待 NHK 配送脱ラグビー大会が開催されることになった。この試合では社会人側は当年度の全国社会人大会優勝チームが 出場したが、大学ラグビー側は、好きなチーム同士が対戦して、歯を競う、という対抗戦志向が強く、結果、第二次世界大戦前より、強豪校である、いわゆる、伝統校が、第二次世界大戦後に対等してきた、いわゆる、新高校との対戦について、あらかじめスケジュールに存在しないため、承知しかねるという理由につき、不戦というケースが目立ったことから、 東西大学対抗ラグビーでは、大学日本一を決められない年度が続出。そのため、大学側の代表チーム選考にあたっては、毎年揉める事態となっていた。このため、NHK 杯が行われてもなお、ラグビー人気が盛り上がらないことから、新たな大学日本一システムを作るべく、全国社会人大会に習って、 トーナメント方式による、党大会を1964年度より開始することになった。関東対抗戦上位4校、関東リーグ戦上位4校、関西上位4校、九州上位1校の13校北海道代表、東北代表のそれぞれが、地区対抗大学大会予選の関東1区、関東2区の代表と対戦して勝ち上がったチームが、関東の対抗戦。 リーグ戦のそれぞれ5位と、さらに代表決定戦を行い、その結果の勝者チーム2校東海北陸代表と、中国四国代表の勝者が、関西リーグの5位と、さらに代表決定戦を行い、その結果の勝者チーム1校ラグビー、日本選手権大会への出場公前年度方式の一部を、変更14チームによる変則トーナメント制に変更。大学ラグビー界では、 伝統校として長通っている、いわゆる総計名三校が所属するグループ。対戦交換での対抗戦思想を重視しているため、従来は一般的な総当たり戦とは異なる対戦方法を実施していた。この方式では、各校それぞれで対戦相手や試合数に違いがあったが、現在は通常の総当たり戦形式をとっている。総加名校は16校固定だが、 8校ずつの A グループと B グループに分かれていて、シーズン終了後に2校ずつの入れ替え戦を実施している。近年は A グループの上位5チームと、下位チームとの差が広がりつつあることが課題である。対抗戦思想に基づき、優勝校に対する表彰は行っておらず、各順位付けも、全国大会への出場候選出や AB グループ間の入れ替えを行う上での便宜的な、 ものという位置づけがなされている。関東ラグビー協会参加。グループ及び所属校についての詳細は、関東大学ラグビー対抗戦グループ、所属チームの紹介を参照。旧来の対抗戦方式にことを唱えそうあったり戦を主張し、法制、日大、先週、中央が中心となり結成。長らく、それら、 日中放線の4校が中心であったが、近年はリーグ戦の中でも新高校になる関東学院大や東海大、大東文化大などが対等し活躍。組織形態は過去数度の変遷を経ているが、現在は一部から6部まであり、各部間で2校ずつの入れ替え戦を実施している。関東ラグビー協会参加、グループ及び所属校についての詳細は、 関東大学ラグビーリーグ戦グループ有力チームの紹介を参照。創世期以来長らく大学ラグビー界での関西の顔として活躍してきた同志社大学が所属。A リーグ、D リーグまでの構成になっている。関東とのレベル差が開きつつあるのが現在の課題。2004年度より A リーグのみ新制度として発行での総当たり戦、終了後に さらに順位決定トーナメントを行う方式を導入していた。だが、リーグ戦の価値低下、ハード日程等を理由に2006年度からは従来、同理総当たり戦によって順位を決定することになった。関西ラグビー協会参加、リーグ及び所属校についての詳細は、関西大学ラグビーフットボールリーグ有力チームの紹介を参照。関東、関西とは、 現状としてレベル差があるためにシステム上も代表決定戦をいくつか経ての出場となる。1968年度、1985年度、1988年度は決勝戦で同点のため両校優勝。大会9連覇を達成したのは帝京大学。大会3連覇を達成したのは同志社大学である。2連覇を複数回にわたり達成したのは 早稲田大学、明治大学、関東学院大学の参考がある。優勝、準優勝、優勝校に敗退した4強進室、準優勝校に敗退した4強進室、河川月は16校制導入以後の準々決勝、敗退校、月は代表決定戦による出場。チーム名は、略称を使用。テレビ中継は主に NHK 総合テレビで中継されるほか、 J スポーツでも全試合を中継する。NHKBS1 では準々決勝のうち2試合。NHK 総合テレビでは毎年1月2日の準決勝2試合と決勝戦を生中継する。なお、2007年1月13日の決勝は総合テレビでは津波警報関連のニュースの放送のため、教育テレビでの振り替え放送になったが、 総合テレビでも21日未明に録画中継で再放送された。当日夜には t v k テレビでも録画中継があった。また、準決勝は日本放送で、決勝戦は NHK ラジオ第一放送でも放送される。ただし、2012.2013年度の決勝は、全国都道府県対抗女子駅伝と日程が重なったためテレビは E テレでの放送となり、 またラジオでは放送されなかった。2013年度の第50回全国大学ラグビーフットボール選手権大会で初採用。ラグビー総名1080年より日本スポーツ振興センターさよなら国立競技場56年の奇跡1958から2014朝日新聞出版2014年65ページ。 ISBN 978から4から02から19250から5。関西1位の同志社大学との対戦がなく、大学日本一ではなかったが、秩父の宮での開催ということを踏まえ、日程上の問題があったことから招待関東1位の慶応義塾を破って、大学日本一についたことから招待大学日本。 一ではなかったが、関西一位の同志社大学を破っていることを踏まえ翔太一時期は特定の競合校を自動的に中国地区の第一代表にしていた時期があり、その場合のトーナメント大会は第二代表を決定する場になっていた。略称の基準や運用方針については外部リンクの関連テンプレートを参照。山崎交際全国大学ラグビーイメージモデルに、 決定いたしました。東方芸能オフィシャルサイト。2014年12月26日閲覧。広な山崎第50回全国大学ラグビーフットボール選手権大会特設サイト。日本ラグビーフットボール協会。山崎交際。初の大学ラグビーイメージモデルに十八校のユニフォーム姿披露。毎日新聞デジタル。2013年12月30日閲覧。 山崎光際今年も全国大学ラグビー選手権イメージモデルに決定しました。東方芸能オフィシャルサイト。2014年12月26日閲覧。山崎光際2年連続で大学ラグビーイメージモデルにポスターも公開。毎日新聞デジタル。2014年12月26日閲覧。山崎光際今年もイメージモデルとして全力サポート。 日本代表キャプテンリーチマイケルも応援第52回全国大学ラグビー選手権大会東方芸能2015年12月6日閲覧山崎光際3年連続で大学ラグビーの女神に映画 .comhttp コロンスラッシュスラッシュ映画 .com スラッシュニューススラッシュ20151206スラッシュ1スラッシュ2015年12月6日閲覧 山崎交際が4年連続で、全国大学ラグビー選手権の顔に、日刊スポーツ、http://www.niktansports.com/.entertainment/.news/.1747516.html2016 年12月5日閲覧。チームや団体の略称について、 ありがとうございます。